もありがとうございます。天狼スタッフの柏です。私がですね、あの人こういう本読んでそうださんとか、あの人にこういう本をおすすめしたいなっていう本を、勝手に妄想して勝手におすすめする、妄想ブックレビューの企画でございます。ただいま30日チャレンジということでやってるんですけれども、本日は6日目のご紹介でございます。さて、6日目ご紹介する妄想読者の方はどなたかというと、キャリーパミパミュキャリーパミパミュちゃんですね。はい、私キャリーちゃんすごい好きで、いろいろ音楽聴いたりとかもしてますし、PV とかもね、すごい何回も繰り返し見ちゃったりとかするんですけど、キャリーちゃんだったらどういう本好きかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。調べたら結構漫画とか、あとこう、吉本バナナさんの小説とかっていうのは読まれるみたいで、やっぱりああいうね、いろいろ作られてクリエイターさんだから、いろんな本読むんだろうなとか、いろんなところからインスピレーション沸かせてるんだろうなっていうのを考えたんですけど、そうなった時に、じゃあキャリーちゃん次どういう作品作ろうかなって考えた時に、こうインスピレーションが湧くような本っていうのをご紹介したいなと思って、思いついたのがこちらです。じゃじゃん、奉仕文学名作選。この本ですね、結構珍しいというか、あんまりこう出回ってないような本なんですけど、これすごいんですよ。何がすごいって見てください。じゃん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 、これですね、キノコとか、この奉仕にまつわる短編小説とか、あと作品が載ってるんですけど、その作品が全部一つずつ、その作品によって、この紙のね、質とか違うんですよ。紙の種類も違うし、この印刷とか、このフォントとか、この文字の大きさとかも全部違くって、そのそれぞれの作品に合わせて、この文字の使い方とかも全部考えられてるんですね、デザインとかも。で、これ本当にそのキノコっていうところでも、キャリーちゃんなんか好きそうだなっていうところと、ちょっとこう不気味なところがあるっていうのも、なんかこう、すごい相性良さそうだなと思って、あとこれすごいのが、本当にもう一つ一つの作品に合わせて作られているので、編集者さんのものすごいこだわりを感じる、とてもいい本なので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。ということで、今日のご紹介は奉仕文学名作選でした。